頭不起訴に女性二人不服なので戦います。東京都の女性二人から大阪のホテルで性的暴行を受けたと刑事告訴されていた、サッカーの伊藤純也選手について、大阪地検は不起訴としました。大阪地検は、被害女性の聴取を行っていないようで、拙速とも思えると、女性側の代理人は言っている。二人の女性たちは、SNS などで誹謗中傷を受け続け体調を崩しているそうだ。だが、先の女性側の代理人は、検察審査会に不服申し立てを行う予定で、民事訴訟の方も長くかかるが徹底的に争い、真実を明らかにしていくと話している。サッカーファンとしても不服を申し立てます。このゴミを読んでなんで女側の弁護士が不服申し立てしてんだよ。普通逆だろ。女側が発端となって告訴されたのが嫌疑不十分なのにこの件に関しては逆告訴が不起訴っておかしくね。もう少し検察は仕事しろよ。ここで女無罪の前例をまた作るのか？女性側が不服なら伊藤サイドのように民事訴訟をすればいいだけ。それをしないというのが答え。伊藤の不起訴が覆ることはなさそう、とのこと。弁護士はわかってるはずだし時間稼ぎかな？新しく明白な証拠を自分たちで提出できないとほぼ却下されるじゃなかったっけ？そんな証拠出せるなら、端から伊藤は起訴されてると思うから、無駄な抵抗じゃね？女性と新調はさっさと公の場に出て公開謝罪してくれ。伊藤純也が受けたダメージをちゃんと身をもって知ってくれ。心身ともに疲れてるってねー。いつ全てが終わるんだ？